皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介、2023年9月11日、20時45分です、グレイの皆さんへ、2ということで、ホームページ淡井圭介の履歴の、音楽業界へのメッセージという YouTube 一覧表、音楽業界へのメッセージというところがあるんですけども、まあ、そちらからね、私の動画音楽関係の方たちへのメッセージをある程度読めるよう見れるように今しています。で、即座にこれ気がついたのですぐに録画して状況報告しなきゃならないなと思って、グレイの皆さんへ、多分グレイの皆さんへっていう内容を私が撮影した日、それによって、YouTube でテルさんだと思うんですよ。髪の毛の長さは久しさんだったんですけども、正直寝転んで見ていたら髪の毛黒色で、久しさんなのかテルさんなのかわからないっていう状況をよく見たら多分テルさんだと思うんですけど、ギター弾きながらこれが何コードでっていうその説明をしている動画なんですけども、かなり編集されていて僕の受け答えに対して対応してもの言ってくれてると思うんですよ。来るからっていうこと、僕の方に会いに来てくれるっていうことでね、言ってくれてる動画が数日前にアップロードされたという内容で出てきてるんです。で、それが人間の手によるものなのか、コンピューターによる自動なのか、ちょっと僕の方でわからないんです。一応、そういうこともあるのかなと思って、自動でね、動画とか、ファイザー社とモデル社の謝罪会見を求めるような動画、一応僕はアップロードした時に、その内閣の指示により、この動画は提示させてもらいます、にはなってるんですよ。で、他の動画でね、テレビ局の、例えば、ワールドビジネスサテライトの佐々木明子さんに対して、かなり厳しい内容を言ってる動画に関しては、一方的に存在そのものを抹消されています。で、それが世の中の現実なので、人間が死ぬのか、AI が死ぬのか、わからない。で、その後、ショートの動画で、テルさんが髪の毛染めてるバージョンで映っていて、テルさんが負けっておっしゃってるものなんですね。で、そのショートの動画って、それもいつ録画、収録というか録画して、いつアップロードしたのか、正直みんな出し入れとかしてるところあるじゃないですか。いついつにアップロードしましたの日付のところ、人によってやっぱり出し入れしてるんですよ。アップロードして、一回削除して、もう一回またアップロードしたりとか。だからそれがあるから、見ていて、もう一度言いますね。ギター弾いてる時のテルさんが来るからって言ってくれてる内容で、他にも僕いろいろ言ってたと思うんですけども、その動画をその時にね、名称は何なのか、検索ワード、すぐにもう一つの iPad で撮影できたらよかったんですけども、そのスマートフォンで見ていて、で、名称わからなくて、その検索もできないんで、自分が何を、どういう言葉を投げかけて、テルさんこう答えてますよっていう、その確認でもね、僕のホームページにアップロードしておけば、お互いそれ見て、意思疎通が図れるじゃないですか。だけども、ちょっとね、今その動画も見当たらないですね。で、テルさんのその髪の毛はショートのバージョンで、まだ染めてる動画が出てきただけで、こちらはちょっと状況が把握できない状況ですね。その髪の毛染めてないテルさんなのか、髪の毛染めてるテラスさんなのか、そもそも髪型までの話までなってくるから、その電波で会う方法本当無理です。本当僕の方がいつも後で、悲しんだりとか苦しんだりしてるので、みんな横をすれ違ったりとか、人によっては声かけてるのに返答してくれない。宇賀夏実もそうでしたから、本人に悪意はないのかもしれませんけども、その神がかり的な力の部分ね、スポーツの勝ち負け、僕ずっと今年取り組んでいました。阪神タイガースぶっちぎりでしょ。で、それはホームページ淡井圭介の履歴の、一旦停止してもらって、メモしてください。106番、阪神タイガースへのメッセージとかで記載してますけども、頭の中貸してるんですよ。貸してもらった方は上積みされます、能力は。だからボールがはっきり見えて、ストライクゾーンとボールゾーンはっきり見えるんです。だからフォアボールの数が阪神タイガースはダントツ多くて、ピッチャーは逆にフォアボールの数が一番少ないんですよ、12球団で。
もうそれだけでヒット1本打っただけで点入るかどうかとか、そういう話になってくるんです。あとは盗塁云々とかバントするか云々でね。だから点数の入り方がすごくイージーになる。これはもうスポーツの勝ち負けも、まあそうですね、もう何千試合も多分取り込んできたと思いますね。いろんなスポーツ、ゴルフ含めて、石川遼を賞金王に、まあ一部優勝させたりとか、あと海外、松山英樹も一時的に世界ランキング1位とか、錦織圭テニス、世界ランキング4位とか、まあそういうような形、宮里藍も女子メジャーでだいぶ勝たせましたけども、誰もお金払ってくれてないんで、そもそもね、もうこうなってきたら、話の整合性全部辿っていくと、賞金額って本当なんですかっていう話とかになってくるんですよ、やっぱり。音楽業界も昔 CD、シングル1枚1000円だったじゃないですか。それなりに収入あったと思うんです。アルバム1枚3000円。私もたくさん、20歳前後の頃、すごく CD 買いましたから、まあ、同じ勤務先をね、大卒で後から、まあ、上司として入ってきた人の家1回行ったら、僕よりもたくさん CD 持っていて、びっくりしたんですけども。みんな買ってるんだとか思って、で、まあ、積み上がっていくみたいな話はちょっと置いといて、実際ダウンロード型とかに変わったじゃないですか、インターネットからの。まあ、1曲最初300円ぐらいだったと思うんですよ。もしかしたらもうちょっとしていましたっけ、今も200円ぐらいだと思うんですよ、値段ダウンロードで。で、YouTube で無料で見れる分はあるじゃないですか。で、実際、先進諸国はどこも少子化で、日本もすごく少子化進んでいて、まあ、出生率の話はしたと思いますから、もうその話置いておきますね。とにかく、もう若手の人たちの数が少ないで、私も無料の動画でできるだけ音楽とかを聴かせていただいてる立場なんですね。だから音楽業界もお金の周りが厳しくなってるっていうのはよくわかるんですよ。だからまあ海外へマーケットを広げてっていうことを10年以上前から私は取り組んでいて、もっと厳密に言うともう1998年ぐらいからですね、まあ、輸出の、まあ、ゲーム業界とのタイアップ、まあそれが例を顕著に表すと、バンプ・オブ・チキンさん、テイルズ・オブ・ファンタジアとかのテイルズシリーズですね。それで曲をタイアップしていって、良い曲、もちろん良い曲をたくさん、ハイクオリティで、歌詞も、ずっと良い歌詞書いていますからね、バンプ・オブ・チキンさん。だからすごいなって思いますね。まあ、それも、人によっては良し悪しなんでしょうけども、ある程度の年齢になってきたらね、やっぱりああいう綺麗な歌詞書いて、で、まあいろんな、まあどうやったらいいんですかね、アップテンポというか激しいというか、ノリのいい曲というか、綺麗な歌詞書きながら、ああいう風な曲っていうところまでたどり着けた人間が最高峰なんじゃないかなって僕は思ってるんですね。まあ最近で言うと、アンラッキーモルフェイズさんの、M レボリューションっていう曲とアマリリス。まあ、花言葉でアマリリスはどういう意味かっていうのを僕のホームページで文章で記載しますけども、まあ、僕からの不満があるとすれば、なぜ M、アンラッキーモルフェイズさんのテレビの出演が少ないんだとか、実力でね、クオリティで選んでないでしょ、テレビ出る人っていうところで、アイドルにばっかり傾斜しちゃダメだっていうことは、もう1997年、8年の頃、フルーツ・ア・ラ・パークで決定してるんですよ。で、まあ、この話がどこまで通じるかわからないし、まあ、皆さんもあんまり当てにしなくてもらっていいと思うんですけども、一応ね、まあ、皇太子殿下の頃の徳仁様に、まあ、テレビ局のことは君に任せるからっていうことで、君ならきっと乗り越えられるからっていう声をかけていただいてるんですよ。記憶もこれおぼろげだから、あんまり僕もこの記憶は絶対正しいとも主張しません。だけども、まあ、皆さんだったらわかるじゃないですか。あの当時のね、黒夢さんとか、いろんな方たち出ていて、淡井圭介の声を聞いたりとか、まあ、ルナシーの皆さんもそうでしたし、で、まあ、スマップの皆さんもその頃から関わっていたでしょうし、その後、ジャニーズ Jr. で出てくる人たちに、ね、で、あの頃に、そのスマップや KinKids の2人も、フルーツ・ア・ラ・パークのバーベキューコーナーとかに働きに来てくれたんですけども、これはまあ、もともとバンケット、要するに披露宴
いや、宴会やレストランでは最初の方は基本的にね、髪の毛染めてる人間は仕事させないっていうルールだったんですよ。フルーツ・ラ・パーク。で、まあ、それでバーベキューコーナーに来ていた部分があったのかな、キンキーズの2人は。で、それぐらいの頃から、槇原さんとかにスマップは世界に一つだけの花とか、良い曲を提供してもらって、で、まあ、なんとかというよりもかなり売れたじゃないですか。それを見たときに、まあ今までジャニーズとジュニアとして関わってた人たちが、ジャニーズと、自分たちにもそういう時代が来るっていう錯覚が生まれてしまったんですよ。で、次から次へとデビューするでしょう。もうあんな状況になったらもうお手上げですよ。テレビ局だって、ジャニーズばっかりテレビ出せないっていう話で、もうまとまってもらわないと、もうこれはもう僕からの判断で、もうジャニーズの皆さん申し訳ないです。もう僕からの判断で言わせてください。曲と歌詞によるクオリティです。無理です。で、ちょっとね、サカグループも僕の判断ミスの部分とかもあって、欅坂は私からの提案でできたグループなんですけども、最初の頃は確かに秋元康さんとか協力してくれて、他にも多分ね、水面下で今まで売れたことのある、その一流の曲とかを作れる人たちが多分曲を提供してくれてたんだと思いますよ。そうじゃなかったら、欅坂グループも最初の方からかなりのハイクオリティな曲をずっと連発してるでしょう。で、まあ、僕からの、歌詞とか、こうした方がいい、ああした方がいいっていう、もう内容はすでに先に提示していて、それから作ってる方なんですよ。で、欅坂が桜坂っていう名称に変わったのが、ちょっと僕もね、精神病院に何回か入れられてるから、記憶ごっちゃになってしまって、習近平国家主席が私からの提案で日本に来ていただいて、天皇陛下が平成の天皇陛下だったかな、対応していただいてるから、いつにかね、その習近平国家主席がまだ来てもらってないみたいな感覚になってしまったんです。これもメモしておかなかった。本当は分からなくなる。いろんな国が、そのアメリカとか、もうロシアのプーチン大統領もそうだし、フランスとかイギリスとか、だんだん世代交代とかもあるから、わけ分かんなくなるんですよ。で、それで、僕の中の頭の中で描いてた内容とかズレがあって、その習近平国家主席が来てくれたから桜坂みたいな話にして名称変更とか、そんなことを言ってしまってたんですよ。あの時本当は名称変更するべきではなかった。欅坂のままで、その出てる人の数をね、だんだん絞っていって、で、調整する。なぜなら、その頃から他の坂グループとかあったでしょう。これ絶対曲が回るわけないから。ただ欅坂の最後の曲なんですかね、誰がその鐘を鳴らすのかっていう曲、あれはね、日本の歴代の曲の中でベスト100の中に入りますね。それほどのハイクオリティな内容ですね。淡井圭介がどんなことにチャレンジしてきたかっていうことを全て知って、あの曲を聴いたら、みんなそれはもう聴き手の人がもう全然受け取り方変わりますから。あと、グレイの皆さんでしたら、1998年から2001年か2002年までの間に出していただいたアルバムで、僕の弟が朝6時台に生まれて、それを元にしてくれた歌詞があったと思うんですよ。それはアルバムの中でシングルとしては発売されてなかったんですけども、僕もね、残念なことにそれも忘れてしまっていて、売ってしまったんですよ。まあ、お金に困っていてっていう部分もあって。で、まあ、レンタル CD ショップとかあるから、まあいいかなと思って、グレイほどの知名度があったら、まあ、棚からなくなることがないじゃないですか。まあ、そういう安心感もあって、まあ、いろんな方の、アルバムとかシングルを、まあ、ブックオフさんに、その当時まだあったから、売りに行ったりしてたんですけども、ちょっと話だいぶ逸れましたけども、多分テルさん、これが何コードでとか説明しながらの映像で、まあ、多分らしいでされてるんだと思うんですけども、ご自分で管轄して、
ただ、その会いに来る方法って、僕、その日遊んでない状態じゃないと会えないんですよ。どこかで、すれ違ったりとか。しかもそれは、すれ違いであって会うじゃないんですよ。話し合うところまでたどり着いて会ったなんですよね。だからみんなそれできてないんですよ。それだったらすれ違いできつい話になってくるから、それはグレイの皆さんとして交通費だったり、もしかしたら宿泊もしてるかもしれない。だから宿泊費としても、手痛いダメージになるでしょうし、その金銭面でね。で、僕としても、この話ね、もともとタウっていうこと、グレイの皆さんとかだけじゃなくて、他の音楽関係の人たちもいますよ。で、政治家の方たちもいますし、経済界の方たちもいます。その交通費ね、例えば大阪の人とかだったら往復で3000円ぐらいで来れたとしましょう。東京の人だったら往復で他の交通機関も合わせたら新幹線代プラス4万ぐらいかかったりするじゃないですか。それみんなね、寄付金として僕の口座に振り込んでくれてたら、それで多分僕、正社員並みの雇用で生活できてたと思うんですよね。で、こういうふうな YouTube のアップロードで、ね、みんなに状況を伝えていくと、そういうふうな活動を継続して行わなかったら、政治の世界もガタガタなんですよ。もともと私が提案しなかったら。提案したら提案したで、ちょっと失敗したりしてる部分はあるんですけども、中国の政府の方にお願いして、それまでね、日本人の年間の海外からのお客様、旅行者数は年間で1000万人ぐらいしかなかったんです。もともとエネルギーの残存量問題で、特に誘致に力を入れてなかったんですよ。昔僕もそのこと言ってるんですよ。1998年ぐらい、フルーツフラワーパークで。で、僕は経済一辺倒に変わってしまって、で、その人口少子化でね、で、いろんなショッピングモールとか作ってしまったでしょ。その辺の部分とか、USJ もかなり赤字が出ていった、日本のアニメ業界とかゲーム業界が新しいものを出してなんとかしましたけど、一時的に。その前はハリー・ポッターですか。ハリー・ポッターでもあれ投資600億円以上してるんですよ。で、今度投資した分の回収に回らなきゃならないでしょ。ずっといたちごっこなんですよ。で、中国の政府へ、安倍政権の頃に政府通して、少しずつでいいですから、いきなりたくさん来られても対応できないですから、僕はホテルマンとかの経験上ね、誘致していただいて、いつの間にかもう2000万人を超えるような年間、そういうふうな数字になってしまったの方なんですよ。だから、星野リゾートさんも将来旅行客が増えるというような計算で、ホテル建ててしまって、それ私の方からもう言ってしまった方だと思うんですね。だから、もう星野リゾートさんには大変申し訳ないんですけども、今はね、自然と円安なので、特に中国政府の方で日本の方へ旅行の CM とか売っていただくなくても、自分でどうしても行きたいっていう人だけ来てくれたらいいぐらいで、これで多分ね、数字の調整ついてくると思うんですよ。どうしても来たいと。あと、国内で先に、家のローンとか自分の年金かけておいた方がいいんですよっていうことをテレビで、中国国内で放送してもらったら、自然と、こういう生き方の方が正解なんだな、無難なんだなっていうことが分かっていただける。大体若い人はお金持った時に勘違いして海外旅行に行ってしまってますから。僕で例えると、沖縄とかの旅行ですね、北海道とか友達と。ただ沖縄は意味ありました。米軍基地が本当にあったのかどうか。それを見たら、ああいうふうなウクライナとロシアのフェイクニュースの戦争を見ても、第二次世界大戦は本当にあったんだっていうことが分かりますから。だからそれは、オートバイをね、友達と、車、あ、フェリーに乗せて、沖縄まで行ってるんですよ。片道30何時間かけて。現地でバスの時間帯とか確認できませんから、沖縄県は一部の区間だけ電車が走ってるだけなんです。都市部のところだけ。だから、オートバイとか何かがなかったら、現地でバスの時間帯見ながら旅行してたら何日かかるか分からなくなるから、地図読めるようになって、で、現地を視察する。だから、そういうふうな貴重な経験、それは意味があったとは思うんです。話がいろんなところに方々飛び散って申し訳ないんですけども、音楽業界もね、本当に良い曲をテレビで放送していただきたいな、っていうのがありますね。例えば、閃光の破砕も僕からの提案で、ガンダムチームの皆さんに作ってもらったユニコーンガンダムを制作されたスタッフの方で、ナラティブを僕の方で話の大枠を提案して作っていただいたんですよ。そのユニコーンのメンバーでしてほしいと、制作。
こうチームの方たちでと。で、先行のハサイもそうなんですよ。で、その曲をつけてくれたのはアレクサンドルさんで、ちゃんと海外へ販売することも考えて、日本語の歌詞と英語の歌詞両方用意してっていう二段構えなんですね。もともと僕から言ってます。だから新海誠監督のケースでは、その国に合わせてその君の名はの映画について、まあバンドや歌手の方いらっしゃったら、そこの国で、つけてくれたらいいと。ただ僕からの提案、その全然前世とかね、あの歌詞も僕からだいぶ提案してるんですよ。こう作ってほしい、ああ作ってほしいっていうので、曲調はこうでって。あとスパークルとかあの辺も君の話の内容に合わせて作ってるんでしょうけども、あの全然前世もそうなんですけども、僕の人生とかをある程度反映したり、そういう風な言葉を投げかけたりとかね、あのそれ元で作ってもらってたんで、絶対こちらの方が良い曲作れるだろうなっていうのはありました。それはあの今まで対応されてる日本の音楽業界の方たちがね、あの曲のクオリティっていうものを分かってらっしゃる方たちがしっかりと選別していただいたりとかしてるっていうことはよく分かってるんでね、その淡井圭介つながりと言いましょうか、なんかクオリティ、そうそう日本他国に負けないよっていうのは僕の中でありますね。ただ最近、そのアレクサンドルさんの先行がそうですし、まあアボさんの新時代もそうですし、まあそこも淡井圭介関係といえば関係じゃないですか。ワンピース自体がそうだから、あの漫画自体がね。で、アンラッキーモルフェイスさんのところも僕提案の可能性高いんですよ。いろんなバンドからのその人たちをかき集めて一級品のバンドチームを作ろうっていう話からだと思うんですよね。で、中国との友好関係で、マージャンでね、M リーグっていうのがあるみたいだったんです。それでタイアップつけたらどうかなっていうところからのスタートだったんですよ。だ最初の方の曲とか聞いたら、正直、ほどほどのバンドだなっていうところなんですね。大きく変わったのが M レボリューション、アマリリスからだと私は思っています。その2曲に関しては、ちょっとやそっとの曲じゃ勝てませんよっていう曲ですね。だから2022年に関しては、ベスト3の中に新時代と先行と M レボリューションですね、僕のベスト3は。それぐらい、その作り手の人たちもそういうレベル、高みを目指してほしいと。で、それなかったら、私としてもなかなか何かアニメこういう風なものを作ってほしいって言った時に、世界的にあの映画館も、日本の政府か経団連かどっか動いて、大きなところ動いていただいて、その映画館とか抑えさせていただかなかったらね、やっぱり広まらないし売れませんから、それは私の方から提案させていただいたりします。それは相互関係で、例えば中国の方で以前空海っていう映画を作っていただいて、それ日本でも、映画館で、放映させていただきましたし、そこは相互関係で、日本と中国でその合同で映画って結構作ってるんですよ。日中友好関係でね。そういう話いっぱいあるのに、なぜ淡井圭介をテレビに出さないのか、こんなにいい話いっぱいあるのにっていうね、もう本当に何がどうなってるのかもう僕全然わからないです。裁判所でこの間その訴訟してる内容が棄却されてから、例えば報道ステーションの渡辺アナウンサー、もしかしたらサタデーステーションだけの出演になってっていうのかな、ちょっとよくわからないですけども、前まで茶髪に見えてたのが、僕の方で髪の毛黒色にも治ってるんですよ。だからコンピューターによる AI によって髪の毛の色まで多分変えられてるんだと思います。だから視聴者の方たちもそういうことを知ってほしいし、テレビに出てる人の髪の毛の色が違うぐらいで自分が髪の毛染めようと思わないこと、それは本当は海洋基本法違反で河川を汚してはならないっていう部分に触れてるから、そういうことをね、本当は多くのバンドマンや、サカグループとか AKB 関係、ああいうふうなグループ、ジャニーズも含めて、もうみんな髪の毛染めないの方向で、行動していただきたいなと思います。大体大手さんのところ、そうかな。あとは、ソニーミュージックさんや、エイベックスさん、
もう思い当たるところ、だから僕はあんまりたくさん覚えれないんで申し訳ないんですけども、本当は売り上げ毎年に何十億円もあるところって言ったらすごいところですよ、本当に。なかなかないです、そんなところね。まあ、ただ、それはそれ、たくさん従業員抱えて、まあ、経営の難しさと常に経営陣の方、直面されてるかとは思うんですけども、まあ、何かといろいろありますけど、まあ、皆さん協力して、乗り越えていきましょう。まあ、私の方は2023年12月28日に皇居の方へ行く予定です。皇室ご一同の方たちをお会いしにというような形で、一応、まあ、表で一応、佳子さまに会いに来ましたみたいなことを言うと思います。以前、佳子さまだったら、ここにこのまま空いてって、車回すみたいなことを言ってくれたんですよ、皇宮警察の人はね。天皇陛下は無理だったみたいなんですよ、その時は、ね。今はもう多分状況変わってると思うんですよ。天皇陛下は、この間、今年、インドネシアへ訪問されて、列車等の視察をされて、寺院などを見た後の、お言葉、もしかしたら昔行った時の内容かもしれない、わからないですよ。もう映像が、昔の映像もテレビ局だいぶ使ってますから、その着た服ね、それを、これを見せますっていうことをおっしゃってるんですよ。だから、天皇陛下の人様は会うつもりかもしれないとしか言えないんですよ、まだこの段階では。行ってみなきゃこれわからないんで、まあ、ただ、佳子さまはお会いしていただけると思います。2019年、気を使ってね、わざわざ車で来ていただかなくてもと思って、まあ、秋篠宮邸の方行ったらいいかと思って、僕歩いて行っちゃったんですよ、そのまま。で、秋篠宮邸の方行ったら入り口いっぱいあるでしょ。もう僕もわけわかんなくなって、その入り口でここにいてくれたらいいからって言ってくれた警察官は、有馬警察署のご老体の警察官の方で、僕はね、窃盗犯捕まえた時に、調書一緒に作った警察官の方だったんですよ。もう後から思い出そうなんです。もう家帰ってからとか。もう本当は後で泣いたりしてるから。あの時車回してもらったらよかったのにとか思って、変に気遣ってもああいう動き僕もなりますから、行ってからも秋篠宮邸の周りぐるーっと一周して、もう 入場料をいただくようなところの窓口、あかん、これ絶対違うわ、ここはお金払って言っても多分会われへんわとか、どうしようどうしようってぐるーっと一周回りながら、最後の方まあ、門が閉まってるところで、門のね、内側にいらっしゃる、まあ、皇宮警察の方だと思います。まあ、ここも塞がってるってこっちに向かって言ってくれてるんですけど、もう僕も話がみんな何を聞いて返答されてるのか分かんないから、そもそも皇居の前テレビに出るんだったら宇賀なつみで会ってるって別の皇宮警察の人が言ったりとか、もう僕ももう和訳じゃなって、エネルギーの残存量問題とか、本当は僕は早くテレビに出て言うべきだって、こう言わこうしてああしてああしてこうしなきゃなんないっていう、もうはっきりしたものがあるから、それ言わなきゃなんないっていう使命感とかもあるから、話ぐちゃぐちゃで、今度20199年の、その時はね、皇居行ったのは夏場だったんですよ。夏休み。さすがに夏休みはあるだろうと思って、お盆ぐらいの頃に行ったんですよ。で、結局、2019年の、11月下旬ぐらいに、宇賀なつみアナウンサーに会いに行ったんですよ。出直し。その1年に2回。合計したら8番なくなる。もう泣く泣くもう裁判するのも諦めて、もうお金ため込んだものを泣く泣く、1年に2回も東京って、それ生活保護者ものすごい無理あるからって、もうそれ行って自分のポケットマネーで、もうそこで宇賀なつみもちゃんと話してくれたらいいのに、電車でね、品川駅ぐらいかな、目の前で宇賀なつみと宇賀なつみのお父さんかな、目の前歩いてるんですよ、偶然。別に電波で何か聞こえてきてるわけじゃないですよ。それに誘導して歩いてるわけじゃないから、それも経験したことあるか分かるんですよ、そういうシステムがあるっていうこと。で、まあ、一応テレビ朝日の入り口のところで13時で待ち合わせしていて、で、入り口の前行って、で、見かけなくて、まあ、5分前くらいなんですけどね、一旦なんか、
入って受付の前とかどっかその辺にいるのかなとか思って中入って、まあ違かった、また13時頃表出たらいいかとか思って、で受付で一応聞いてみたんですよ。そしたら受付にいたのが眞子さま秋篠宮家の子供の頃、佳子さまと眞子さまをね1998年、手をつないでいろんなところをご案内して、まあ、ちょっと遊んだりとか、海人さまと紀子さま、許可いただいてるんですよ。秋篠宮家現在皇太子殿下の海人さまです。で、そこまたテレビ局の局員がふざけ出したのかなと思ってこんなところに眞子さまがいるわけないのに、で髪型がいつもと違うかったんですよ、眞子さまも。でちょっと顔のバージョンもちょっと違うといえばちょっと違うし、だからちょっともう大きなテレビ置かれていて、その時中井さんのニュースの回か何か僕からの提案で、あの番組中井さんも報道を覚えなきゃなんないからっていうことで、言ってみれば僕は回し上げたような番組で、一応中井さんの方でも顔を直してくれようとしたのかな、どうかちょっとわかんない、正直うるさいだけはっきり言って、それかサンドイッチマンの2人が出てる番組、もうどっちかもう何回も言ってるか、もう話ごちゃごちゃ、僕ももうとにかくうるさかった。でそれちょっと半分怒ってるような状態で、でただよく見ると眞子さまやったと、すいません申し訳ございませんでした、誰か助けて、本当にエネルギーの残存量問題、本当にみんなで解決しなきゃならないから、もうその頃眞子さんもエネルギーの残存量問題で僕の解決する案とか今までこそホームページで出してるけども、その頃は多分してなかったんだと思います。だから物事をある程度他の人たちにバトンタッチするようなことの言い回しみたいな形に、その私たちもあの人たちの方に任すしかないしって、まあ政治家の方のことをおっしゃってるんだと思うんですけども、で上夏目一応現れたんです。現れて僕一応笑顔で手振ったんですよちょっとイラだった自分も抑え込む部分を含めてね向こうも笑顔になったんですけども、なんか緊張なしにみたいな動き方で顔だけこっち側向けて、体の動きは受付の方に行こうと変な動きをして、なんか眞子さまと話して入館許可証をもらってまた中入っていって、ちょっと待ってよって、話しないと、話何か話をっていう、何にもすまない、全員もう各自がもう男性であれ誰であれもう全員、特に僕ともう15歳以内の範囲の前後の人たちなんか特にもう自分事だと思って、全員が淡井さんとまずしっかり話すると、でここからこうそういう部分は僕も対処無理ですとか、そういうことをはっきり言うと、で僕の方からこういう話をちょっと上に持って行ってもらえませんかとか、実質的な電話交換とかみんなしないと本当にもう何にも進まなくなりますよって、でまた皇居行ったらどうにかなるとか思ってる、その考えもうみんな捨ててください、本当にもうみんなで何とかするっていう方向、もうこれだけ一択はということで、メインの皆さんも、まあ、最低限チャンネル登録と着信履歴のほどよろしくお願いします。そんなにハイペースで毎日しょっちゅうアップロードされた、俺らだって見るの追いつかへんよってなると思うんですけども、だと思います。だけども、皆さん、前書のほどよろしくお願いいたします。まあ、アンラッキーモルフェイスさんに関しては、4年前の動画でね、未来からの時間軸で、ちょっと試練、さん、まあ、シエン君って言ってもいいと思うんですけども、僕の方がだいぶ年配だと思いますし、いやそういうこと言ったらあかんって、ダメ、エロ業界本当は暴力団だから、もうちょっとそこ認めるようなはずにもうしちゃダメよって、僕の方でも押せなくなるからっていうことで、それでちゃんと彼らは構成したはずですから、アンラッキーモルフェイスさんはね、もういいからテレビ出てくれたらいいからって、まあ、そのエモレボリューションとかアマリリスとかで、まあ他の曲もまた、一応僕のホームページからアクセスできるようにはしますけども、何曲か、まあこれぐらいの曲ならっていうところで、ね、僕自身がものすごくハイクオリティの曲ばかり求めてるんで、いやそのもう本音の話ですと、海外とそんなにたくさんアニメだってすごいアニメしょっちゅう作れないから、それやっぱりここ一番っていう曲も一緒につけたいし、全体的な貿易輸出入とか考えたら、もう日本もう2012年の頃のね貿易輸出入でいうと、石油だけで
15兆円以上買ってるんです、海外から。その頃1ドル、まあ大体100円ぐらい。もう大体でいいです、大体で。それ言い始めたら、その頃、1ドル、1バレル何ドルだったの話になるから、もう僕も覚えてない。もうそこまで言い始めたら、もうわけわかんなくなりますから。まあ2012年で、あとガスも7兆5000億円以上買い込んだりしてるんです。石炭も2兆9000億円ほど。買ってるんです。まあ、ウラン鉱はカナダで濃縮したものを輸入してるんだと思います。そこはね、金額あんまり大きくないんですけども、輸入分。ただし、建設費用がものすごいんです。原発に関しては。初号機から4号機までって一つのね、あの発電所であるじゃないですか。あんなもん全部含めたら、今また、耐震性を上げて、うんぬんとかの話で、簡単に超超えますからね、本当に。多くの人がそういうことを覚えてくれなきゃなんないのよ。もう社会人になっても30歳にも超えてそういうこと分かんない人たちばっかりだから、公務員の人たち含めてもう愕然とするから、能力を正直この人たち低いって思って、どこにいるのちゃんとした人たちって。だって報道は間違えてるんですよ。太陽光パネルの廃棄年間でもうすぐしたら何年60万トン出てくるって絶対ないから。もう太陽光パネルってこんなに軽いから、もうペレストロカイブとかいろんなものがあるんですけども、ガラス8割がガラスを使用した太陽光パネルとか、本当はそちらが主軸、シリコン型のね。で、それはそこそこの重さはしますけども、それで、下の金属、土台の金属含めても、ちょっとこういう動きしてます。土台の金属含めても、60万トンの廃棄にならない、ならない。それ多分世界中だと思う。もうこれ見たらわかる。この軽いペラペラのグラム、絶対グラム。間違いない。厚さ1ミリ、3ミリないと思います、もう。嘘ばっかり、もうナチュラルドコーディネーター一応2024年ここで国番か、CM 一応手伝っておきます。ナチュラルドコーディネーターガンダムシーン、自然ナチュラルは自然っていう意味で、コーディネーターは調整ですよ。モデルさん見すぎてたらモデルさんのことだと勘違いするから、僕がそうでした、ごめんなさい。今もう今日どうせプロ野球ないから、どうせ今21時22分、もうこれで9回超えてたら、もう叱られる。プロ野球界ですからね、本当に。もうどうせ延長12回引き分けあるんだったら9回引き分けでいいでしょって、こっちは晩ご飯も食べれないで、もうずっと試合終わるまで我慢して、阪神タイガースの試合があって、もう今シーズン4時間何十分っていう試合が、もう23時何十分、晩ご飯食べるの我慢してて、晩ご飯食べたら絶対1点取られるんですよ、対戦チーム 100% 確率。それちゃんとテレビ、まあ家の中とかでも見破りとか何か言っていて、なんとかなるかもしれないかもしれないんですけども、世界戦も同じよ、ゴルフも同じ、それでボギー、何のペナルティーやねんって。本当に法律分かってない人間がコンピューターに一体どんなことインプットしたのっていう、もう笑いすぎ、今自分で自分にノックアウト、こんなに笑ってる状態でスポーツつながった、選手無理だから、サッカーだったらちゃんとボールトラップできなかったり、ちゃんとパスできなかったり、シュート、野球も同じ、ストライク入らなくなるから、さっきまでストライク入って、もう笑ったら力入らなくなるでしょう。で、つながる方法でつながっちゃうと、多分ピッチャーも指先とかちゃんと力入らなくなると思うんです。たまに嘘やろってすごいボーッ、阪神タイガースのピッチャーもそれ一回して、僕そんなに笑ってないです、笑ってないんですけども、なんかしらものすごいボーッと変化球の投げ損ないで3メートル以上キャッチャーの頭、ないない
中学生とかでもそんな現象ないから、何があったやろって。まず気引き締めなあかんって。何かある、何かあるって。何かでしっかりとストライクゾーンにボール投げ込まなきゃならないって。フォアボールの連続ほどきついものはないっていう。まあちょっとね、話、だいぶ膨らみすぎてごめんなさい。自重します。もうこの辺で。もう僕も話したいこといっぱいあるから、聞いてもらいたい話。また、この後半の方の話聞いたら、そちらも話したくなると思うんです。面白い話。32GB SD 買っていっぱいになって、もうね、本当にもう漫画の業界も本当は言い出したら切りたくない。もうホームページは YKSK の履歴の74番ワンピースについて、そこからアクセスしたらワンピースについて1、2とか2の続きとか、ワンピースについて3とかあるんですけど、もうそれ聞いてたら笑い転げます。僕たちの労働力とかも大事、途中から笑い話みたいになります。まあとにかく、グレインの皆さんと、もうちゃんと生きてる間にしっかりとお話ししたい。もうこのままだったら、もうガンダムの生みの親の富野さんともうお会いすることないのかなとか、音楽のあの方、この間亡くなられた、戦場のメリークリスマスとか、作曲されてた方、あの方も、その昔、黒柳徹子さんの番組で、大きな声で、あっって言ってるんですよ。だけども、その頃の映像、かなり昔で、僕は会った記憶ないんですね。もしかしたら2003年ぐらいまでは、ホテルマンとか結婚式場で勤務してましたが、もしかしたら、明日はそこに会いに来て話していたかもしれないです。だけども、その後の VTR だと思うんですよね。かなりもうやつれていった頃で、もう僕も仕事してしなくなってる時期の頃だと思うんですよ。で、社会全体のことをどうにかしようとして SD カードを高島屋宛てに送ってた時期で、まあ、その方とも、もう話することはなくて、今年でお亡くなりになりましたから、だから富野さんとも話することないのかなって、今年の8月の映像を見る限りでは、報道ステーションかな、まあ、サンデーステーションかサタデーステーションかもしれませんけども、まあ、富野さん、しっかりとした認知能力を持っていて、ハキハキ喋られてますから、今だったら、まあ、ナラティブとかのこととかお話ししたいなとか、以上です。グレイの皆さん、生きてる間に会って話したいです。多分普通に電話かけてもらうのが一番いいんだと思います。交通費とか多分もうみんな動きしてるだけだと思いますよ。本音、本当に別に僕誰かの電話番号なんか全然公開してないでしょ。公開してるのは自分の電話番号だけだから。一応僕弁護士さんなしでも裁判買ったことありますから。ただもう僕の件はあれは、精神病院の件は無理かもしれない。10年以上長官という間全国紙5紙を読んでいて、ほとんど365日、だけども精子の生産されなくなる薬の少々の件なんか一件も見たことないです。まあ状況はね、最後ちょっとまあまあ真面目な話で締めくくっといた方がいいかなと思って、締めくくりました。以上です。グレインの皆さんとお話できることを願っています。もちろんラルクラシェイプとか歴代のマンバンドマンの形とかですね、あの曲良かったですよねとか最高ですよねとか、まあ今何題名分かんないもうその見に行くテレビって見に行くも忘れてるんですよ。その弟の誕生日のその誕生日じゃなく生まれた時のその朝のね、その決意をどうこうっていう、ちゃんと誰かは届けてくれたんだろうなって、その時僕が小学校2年生ぐらいの頃に生まれた弟、まあ3年生になる直前の年ですけどね、弟が2月生まれなので、まあ、本当全部つながってきますよ。阪神タイガースの優勝から何から何まで、世界戦あれだけ勝ったんだ、あれもお金くれないよ
本当はね、昔1998年ぐらいブルーズラパークで勤務してる時に、吉田よしおさんっていう阪神タイガースの、その後監督された方ですかね、一度来てくれたんですよ。で、1985年の頃のこととか知ってるっていうことで。だけどね、一回ね、1985年で、勝ったら勝ったで、神戸市兵庫区生まれなんですけども、僕、その神戸市兵庫区でね、家から歩いて、坂道7本ぐらい歩いたところ、10本かかるかな、どうかなっていうところに、阪神銀行が出て、お金の使い方、絶対間違ってる。昔から銀行は合併を繰り返してるんです、証券会社も。で、証券というものは、ジャニーズのみ、ジャニーズの皆さんや一般人の方たちへっていうホームページ、淡井圭介の日記の一時停止で言ってる言葉、確認してください。一覧表。そこにジャニーズの皆さんへ、一般人の方たちへっていうところでメッセージ言ってますけども、まあ、グレーの皆さんの年齢ならもうお分かりかと思いますけども、まあ、今、ジュリーっていう女性の方が、100%株、ジャニーズの事務所の株をお持ちですけども、まあ、売却先はまずないですよ。負債を背負ってるものですから、状況は。だからマイナス価値ですから。まあ、買ってくれる人はまずいません。で、だから株の世界ってそういうことなんですよね。で、買い手がいるからこそどうにかなってるとか、昔資金援助したでしょとかの話とかで、自社株で、自分の株買ってくださいよって言われるときは言われますから、外資の方から。だから今まで稼いだ純利益のよう、まあ純利益で、その海外のね、メーカーが持ってる株を自社株買いっていう形にして、じゃあお金なくなるでしょ？海外の方にお金行くでしょ？そういう株の世界のことがよく分かってない人たち、株を持ってるからお金持ちなんだっていうことじゃないですから、もう借金まみれになった会社の株100%持つっていうことは、負債を一人で抱え込んで、あなた責任者でしょって裁判所の人の裁判官に言われたのか、まあ、元検事総長の方が調査チームについてますから、まあ、かなりの法律の使い手ですよ。ああいうような人を目の前にしたら、もうね、もう抵抗しても無駄だっていうことを、もうジュリーさんの方も分かってるでしょうから、で、それを新しい新社長ということで、東山さんが対応してる、まあそういうふうなことをね、僕がそこで、まあ2つほど動画アップロードしています。まあ話だいぶされましたけど、もうこの辺にしておきます。皆さんチャンネル登録と いろんな人たちに伝えていただきますようによろしくお願いいたします。で、もうライブの動画のアップロードして、みんなでね、質疑応答みたいな形、例えば今日は音楽業界とか、今日はゲーム業界とか、今日はアニメ業界とか、もうこの日経済のことでももう何でも聞いてくれたらいいですよとか、そういうふうな形で本当はしたい。じゃなかったら、僕の一言で、為替相場なんか10円ほど動いてますから、今年。150円近くまでになった時に、ちょっと過度な円安かなと思って、テレビに向かってワールドミニサテライトに言う方法で、CIA とかにも音声拾ってくれって言ってるんですよ、僕の方は。で、もともと世界とはどういう話をしてるかって言ったら、もうどこが始まりかとか、もうみんな探しようないから、もう無難な話でいいんですよ。円が安い時に外貨準備高とかがあるから、円買ってもらったらいいんじゃないですかとか、日本で販売してる時も、その円安の時に買ってくれたらいいんじゃないですかって。こちらの時も相手国のその通貨が安い時に買わせていただきます。これでお互いウィンウィンの関係で数字のマジックが本当に出来上がるんですよ。本当に、一時的に。これが事実だから、まあ、どこの国、まあ、これ判断難しいんですよ。その為替相場に関しても、その指標となるね、その価格、本当に日本の今の国力は1ドルに対していくらなんだ、1ユーロに対していくらなんだって、こんなものを本当は僕も分かんないんですよ。大体でしか。だっていろんな会社が海外で抱えている事業計画とかあるでしょ？大手の例えばフィナンシャルグループとか。まあ他にも、まあまあ三菱さんとかフィナンシャルグループですね。だから、まあ、三井住友グループもそうですけども、だから、そういう計画まで全部知っておかなかったら、わからないんですよ。国力なんて。あと国がどう動くかとか。だからある程度大体のことしか言えない。だから本当のこと言うと、政府の人でも、為替相場の価値が、この金額は今一番正しいっていうことは誰も言えないんですよ。
正解を。多分こうだと思うぐらいのことしか言えない。だから僕としては、ちょっと今、正直言います、皆さんへ、世界中の、まあ、大手企業や政府の方たちへっていうことで、まあ、一応日本、ものづくりできますよ。っていう一言で、次の日から為替そう、一気に円高方向に進んで、一時1ドル139円まで、まあ、押し返してみたいな形ですね。まだその後、押し返されてね。状況はよくわかんないんですよ。僕が、あの文書の書き方だったら、淡井くん、その文書の書き方だったら裁判始まらないから無理だよっていう、僕も一回ちゃんと書いたことあるんですよ。何々法の第何条の何々違反でっていう。あれ全部していたらもう、ものすごく大変なことになるんですよ。僕の訴えてる量多すぎるから。海外の人、もう僕公開してるでしょ。日本語でちゃんと文章だから。あかんわ、これ、彼のその方だったら、また彼のところにお金入ってこなくて、彼の特許は進まなくて、あかんわ、っていう。日本強さないわ。いう判断でまた円安の方に戻されたのかもしれないですよ。わからない。これは本当に。河川水門回帰弾発電とか今作ってたら、海外からの、輸入するガスの量とか、石炭の量とかも減ってたから、超単位で多分、プラスマイナスで言うと、地下水流トンネルと、河川水門回帰弾発電ね。話永遠に続きますから、もうこの辺で終わります。チャンネル登録と皆さんのお伝えよろしくお願いいたします。着信履歴とご協力のほどよろしくお願いいたします。皆さんお話ししましょう。以上です。怪しくありません。ちゃんと家の中で、ちゃんとテーブル上片付きますから、台所の。あれぐらいのスペースだったらみんなちゃんと文章、メモしてできるから、お互い何話したとか、多分録画した方がいい、それこそ。それでこそ、ちゃんと、ああ、そうだった、ああ言ってた、こう言ってた、重要な点だけ、何点かだけ、しっかりとメモして、ああ、よかった、よかった、みたいな話。あと、連絡先の交換とか、まあ、そうしたいです。皆さん、ご協力のほど、よろしくお願いします。